アングレームはフランスシャラント県のコミューン。シャラント川の湾曲部を見下ろす高台の上にアングレームはある。アングレームの市役所アングレームは古代ローマ以前から知られていた地である。墓地からの発掘物によって丘の上にはオッピグムがあり、イクリスマという名であったことが分かっている。ローマ詩人アウソニウスはイクリスマはローマの主要街道に面しておらず、 小さな町場とみなしていた。ローマ時代の記念物はないが、パックスロマーナ時代、イクリッシマは、シャラント川の水上貿易で繁栄していた。川を見下ろす岩の路頭は、戦略的要所とみなされ、3世紀終わりから4世紀にかけての時期にチビタスの地位に格上げされた。最初に築かれた鳥は、ローマ時代末期のものである。アングレム初代死教となったのは、 三世紀の聖王ソヌである。行政都市としての重要性から、六世紀には、宮廷が置かれたこともあった。アリウス派を侵攻する、西豪都族に占領された後、部位への戦いを制した、クロービス一世は507年に、イクリスマを包囲して落とした。八百四十八年、バイキングの首領、ハスティング・ガングレームを略奪した。八百九十六年、 または930年にもバイキング来襲があったが、アングレーム白ギオーム一世の抵抗が功を奏した。この戦いで、ギオーム一世は、見事な一撃で、バイキング首領ストニウスの兜と胸当て、腰を切断した。彼は、タイユフェルの別名を得て、ジョン王妃、イザベラ・オブ・アングレームに至るまでの子孫は全員、タイユフェルの名を名乗った。中世には、 アングレーム白領の中心都市であり、アングーモア州の中心でもあった。1204年5月18日に、イングランドオージョンから都市としての特許状を得た。2004年には800年祭が行われた。1308年、最後のアングレーム領主、ギード・リュージニアンが死ぬと、アングレームは、フランス王領となった。中世にはまた、フランス王家新の祭地の一つであり、 同地を治めていたバロワケ坊系のバロワ・アングレーム家出身のフランソワ一世が国王として即位した後アングレーム領主は白尺から公爵に昇釈された。後のフランス王アインリ三世は幼少時にアングレーム公爵を称した。また、ルイ16世とマリー・アントワネットの娘であるマリー・テレーズはいとこのアングレーム公。 ルイ・アントワームと結婚し、アングレーム公爵夫人と称された。フランス革命期、コミューンは名称をモンターニュシャラントと改名させられた。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降、inserhat, ジェンタイル surlesitehabitans.fr コンサルトル18-07 2008http://casini.ehess.fr//casini/fr/html/fiche.php:select リザルトットイコール 853http コロンスラッシュスラッシュ w w w s t a t i s t i q u e s l o c a l e s i n s e f r h ッ t h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w i n S e f r ありがとうございます。